ソニーからビッグニュースがありました。ソニーショップスへは店長の片山です。本日ソニーから一眼カメラ α の SEL70-200GM2 望遠ズームレンズの発表がありました。2世代目のズームレンズになります。1世代目と変わってるところ、レンズ本体の重量が 1045g、 全モデルと比べて 29% も軽くなってます。でなおかつ大きさは全モデルと変わっておりません。カメラを持って移動するときにやっぱ軽いのがいい。最短撮影距離が短くなりました。 70mm で 40cm まで寄れるようになりました。これも大きいですよね。オートフォーカスの性能が最大で4倍速くなりました。全モデルが発売してからやっぱり期間が空いてますよね。その間にソニーの方から新しいカメラどんどん発売されました。新しいカメラに対応するためにもね、今回2世代目大きな意味があると思います。こちらの商品発売日は2021年11月26日ソニーストアの方で、予約開始が10月の26日朝の10時からです。人気間違いなしの商品だと思います。あっという間に在庫切れになるんではないかと内心心配しております。ですから早めの注文が大切だと思います。実際の実機を触ってみていいなと思ったところもまだ動画で説明していきます。10月の25日にアップする予定です。楽しみにしておいてください。今日は以上です。バイバーイ。70-200mm の望遠レンズは何かと重宝します。インナーズームです。ですからレンズ伸びたりしないんですよね。でやっぱり G マスターのレンズ売れております。 α7-3、 これから発売されるかもしれない α7-4、 α7 シリーズにね使っていただきたいのが G マスターのレンズです。期待しておいてください。